こんにちは、ハラミンです。はい、ということで今日なんですけども、あのね、めっちゃねいい天気なんですよ。昨日夜遅くずっと関東地方はめちゃめちゃ雨降ってまして、でそれがね朝になって止んでて、気温がね今日ね24度にも上がりますし、めっちゃ青空が広がっててですね、すごくいい気候なんですけども、こういうね暖かく暑くなってきた日っていうのは外で飲みたくなってしまいますので、でなんせうちにはね素晴らしいベランダがありますから、そのベランダでねまた今日はいろいろ焼いたり飲んだりしていきたいと思うんですけども、私ねここ最近ねこのね二人ソロキャンプっていうね漫画にハマってまして、これめちゃめちゃ面白いんですけど、まあ、二人でソロキャンプに行くっていう謎の矛盾した、漫画なんですけども、めっちゃ面白いんですよ。でこの漫画を読んでからというものをもうずっとこういうことがやりたいと思ってたんですけど、寒くてねいかんせんできなかったんですけども、なんせね二人いないっていうね、なので一人ソロキャンプですね。一人ソロキャンプを今から食材を調達してきて、ベランダでやっていきたいと思います。一人ソロキャンプです。じゃあ行きましょう。おう、ちょっとね、あのベランダでタラバガニを焼いた動画から結構日数が経ってますので、ベランダにですね冬を乗り越えた、冬の嵐を乗り越えた葉っぱとかがすごくいます。でこの椅子なんですけども、椅子もですね長い月使ってなかったので、これサッカーボールなんですけど、汚れてますね。鳥の手羽先のなんか開いたやつ、そら豆てか熱いちょっとそら豆とか下処理して焼きましょう。空豆がピューピューって泣き出しました。スースーって、火通ってきた。おー、焼き空豆はね外側が真っ黒焦げになってもねなんか平気なんでね大丈夫です。焼き空豆ある居酒屋見つけると嬉しくなるよね。いよいよいい感じ。
Ah.